富岡町は福島第一原子力発電所事故による影響で全町避難を余儀なくされましたが、事故後除染をはじめとする復旧作業を行い、原発事故から6年後の平成29年4月に避難指示が解除されました。しかし町民の放射線被曝に対する不安が大きいことを考慮した富岡町は、その不安を払拭するために長崎大学にその役割を担ってもらうこととし、当時富岡町健康福祉課、現在富岡町ニコニコ子ども園園長の新田義行さんを中心に動き始めました。富岡町が平成29年の4月に、避難指示解除をするっていうことが決まっていて、で、それに向けて町では、インフラの復旧ですとか、除染、それから商業施設、災害公営住宅、診療所とかの復興拠点整備を行ってたんですけども、それに合わせて、放射線被曝に対する、不安がやっぱ根強く町民の中には残っていて、でそこで、富岡に先駆けて、避難指示解除、それから既存を始めた、川内村で、長崎大学の知見が、住民の既存にあたって放射線に関する疑問ですとか不安の解消に、大きな役割を果たしていたということを知りました。富岡もやっぱ長崎大学に、協力いただけないかなというところで、川内村さんに、相談したところ、快く紹介について承諾していただいて、で平成28年の9月に、包括連携協定を締結することができました。長崎大学は包括連携協定の締結後、高村昇教授を中心に織田真紀子助教、平康幸助教、松永瞳助教を派遣して被曝線量評価やリスクコミュニケーション活動を行っています。その一環として個別訪問、車座集会を町民の方々を対象に実施しています。松永先生と一緒にですね、妊産婦さん向けに、車座集会をさせていただいたということで、赤ちゃんとか、これからの出産をされる、親御さんが、放射線に対して、この地域で、不安を、払拭できるようにということで、リスクコミュニケーションをさせていただいたという経過がございます。車座集会を契機として、実際にサーベイメーターを持って敷地の中に行ってですね、敷地の線量がどのぐらいなのかというのを、やはり専門の知見を持った先生方と一緒にですね、実際に町民の方のところに行って相談させていただいたり、計測させていただいたりといった経過がありました。ご自宅の敷地と部屋の中を線量を測った時に、これが年間の線量に換算してどのぐらいで、他の地域に行くともっと高いところ場所もあるんだなんていうところを分かりやすく資料を作っていただいてご説明いただきましたので、相談を持ちかけられた方も逆に感謝をですね、先生方に述べられてたっていうのを覚えてます。放射能の専門家であるということと同時に、我々の地域の その作物の放射能に対していろいろと興味を持ってくれているということで、まずは交流、交流といいますか話し合いが始まりまして、そしてその後その作物、成果品に対して先生方が最初が織田先生ですか、そしてその次に今の松永先生とかが私の畑の作物成果品に対して興味を持っていただいて、でその後食べていただけるというような状況になってきましたんで、やはりこれは町民の人にとっても嬉しいことであると、こういう大変な状況な放射能で、汚染されたわけですけども、そこでできた品物であっても、そうやって専門家である長崎大学の先生方が、ある意味 お墨付きをつけてくれるということは、これは富岡町民にとって大変ありがたいと、これから の富岡での農業に対してもいい傾向だとは思っております。地元企業である株式会社双葉社長遠藤修文さんも
車座集会を有意義なことと捉えている一人です。遠藤さんは地元企業として富岡町の復興、住民の安心安全に貢献することを理念に長崎大学とともに活動しています。長崎大の先生たちと放射能に関する勉強会があるから、ちょっと参加してみないかっていうところからスタートしてですね、参加させていただきました。住民の方とやっぱりそう先生方とですね、ざっくばらんに本当にこの心配事とかですね、課題っていうのを投げかけて、それに対して丁寧に答えていただくという場だったんで、非常にやはりこう何ですかね、一方的に入ってくる情報に慣れてましたので、こう対話形式でいろいろこうその場でその疑問を解決できるということではすごく非常に有効な活動だなというふうに感じておりました。当初は町役場内に置かれていた長崎大学富岡町復興推進拠点を平成31年4月より富岡町役場の敷地内に設置された食品検査所に移転しました。食品検査所の滝沢範之さんは、当初から長崎大学と密に連携してリスクコミュニケーション活動を推進しています。ここで仕事してて、そのお客さん、町民さんたちとのまず一番大事なのは話を聞くっていうことがまずリスコミの基本だと思ってますから、相手の話をよく聞いてあげると、そこから次の段階に進むと。食品検査所で一緒に仕事させていただいてて、この長崎大学の先生方がちょうどそのこちらに詰めてる時にですね、やはり先生、平先生あたりはいろんなやっぱ知識が頭に入ってますから、そういうデータをいろいろこう引き出しから出してきて、それを元にかってお客さんに伝えるんで、やっぱ説得力がありますよね。今長崎大学さんの方とはいろんな環境モニタリングのサンプリングとかデータ採取とか、あとは先ほどもからお話しできるリスコミ関係とか一緒に活動させていただいてますけども、そういうものを平先生とよく指導を受けながら良き相棒として一緒に活動させていただいてます。またあとその織田先生をはじめ、あと現在は今松永先生ですか、車座集会や学校の授業ですねをしていただいたり、そういうことによってやはりその町民さんが放射線に対する、不安のその払拭というか、そういうものが大きく貢献していると思うんですよね。目に見えない、匂いもしない、味もしない、そういう放射線、放射能が目で見えて確認できるということが、やはり安心安全につながっているんじゃないかと、長崎大学さんと一緒に活動、仕事をさせていただいて、一番感じたことですね。町の小中学生を対象に正しい放射線に関する知識を学び、第三者に伝える力を身につけてもらうための取り組みが放射線教室です。まだ誰もやったことのない放射線に関わる指導を子どもたちに向けてということで、先生方もいろいろと苦労している中、的確なアドバイスをくださったのも長崎大学の皆様だったなというふうに思っています。我々が十分わからないところで、実は長崎大学の織田さんあたりが何度もそこに足を運んで放射線量を測定し、我々の活動を安心という面で支えてくれていたのも事実かと思います。放射線、放射能、放射性物質、この3つの用語の違いなども
何も知らない大の大人が長崎大の先生方から学んできた用語の一つです。放射線教育を通してしっかりとこの事故を受け止め、確実な力として子どもたちに放射線に関わる知識、そして、対応、自分のものとしてつないでいく、そんな力をつけていきたいと考えています。震災後できなかったけれども初めてまた復活するっていうものがかなりな数ありました。で、実はその前提条件である安全面という部分のお膳立てを長崎大学の、織田さんはじめご準備くださっていたんだなとすごく実感しています。基礎的な、放射性物質の、事柄から始まって実際に、最後は食品検査所に来ていただいて、簡易検査、あとは詳細な測定ということで、ゲルマニウム半導体検出器の、検査まで、子どもたちに、体験してもらうということをやりましたので、子どもたちもですね、こういった実証を通して、どういうふうに、検査体制が整っているのか、現在の、食品がどういう状況になっているのかっていうのを見ていただけたと思います。ここでしかこうできない、学習が、できたというふうに思っています。どうぞ。こうした富岡町と長崎大学の活動で町には活気が戻りつつあります。富岡町の成り立ちから原発事故まで、そして人々の交流を展示した富岡アーカイブミュージアム、 3.11 を後世に伝え廃炉の道筋を示す施設として東京電力廃炉資料館、地域医療の充実のため開設した富岡診療所や双葉医療センター附属病院、また町のシンボルとして人々を励まし続ける夜の森桜トンネル、海の恵みを届ける富岡漁港、それらを過去から現在につなげるふるさとの再生、そして町の基幹産業である農業復興を推進するためにリスクコミュニケーション活動は大きな役割を果たしています。しかしながら基幹困難区域の解除に向けた動きや未だ残る放射線への不安解消のために継続した放射線に関する連携は必要不可欠です。平先生ともお話を実際したことあるんですけど、やはりフィールドワークの大事さですよね。やっぱり足を運んでいただいて、ここで、資料を採取して、それを、自分の中で、調査研究、測定して、富岡町についてはその知見を還元していただきますし、先生の研究の中でもですね、それが今後どうなっていくのかという推計まで含めて、まとめて学会の方に出していただくというようなデータになっていきますので、両面自治体側でもメリットがありますし、先生方の研究の進展というところでも、お役に立てたのかなというふうには考えています。今最低限の生活範囲での環境再生かもしれませんけども、やっぱり少しずつやっぱ広げていく必要があるかなと思います。そういった意味では我々が今まで取り組んできたやっぱり森林の見える化、環境放射線の見える化っていうところをですね、本当に3年4年もう4、5年ずっとやり続けてきてますんで、そういった知見とですね、やっぱりあと長崎大学のやっぱりこう深いその専門性をやっぱり融合させることによってですね、いろんなやっぱりこうやっぱりいかに住民に分かりやすい発信をする、一方的に発信するんじゃなくて皆さんがこう関心を持つようなですね、そういった情報提供のあり方っていうのをしっかりやっていかなくちゃいけないと思いますので、せっかくこうやっぱり帰還した住民の方が本当に帰ってきてよかった、でやっぱ安心してそういうものをもともと震災前に安心して食べれたものを前の通りにやっぱりね、そういう食事できるそういう環境をやっぱりもう一回作り直したいなというふうに思ってます。そういった意味では大学とこれからももし可能であればいろんな意味でこう一緒に連携しながらやっていけるかなと思います、はい、
長崎大学富岡町包括連携協定締結から5年。町の復興はまだまだ道半ばです。富岡町町民の方々が描く町の未来に向けて、リスクコミュニケーション活動を通して安心安全な町づくりを進めていくことが重要です。先生方々がそういう車座集会とかそういうあれで基礎を皆さん町民さんに教えていただいたのは、やはり今じゃ帰ろうっていうふうに思った一つの、きっかけにもなっているのかなとも思いますね。さらにですね、人口拡大、そして、定住化を見据えた町づくりが今後進んでいくといいなというふうに考えています。で、もともといた人たちだけではやはり力がですね十分ではないと思いますので、関係する人たち、これから復興事業で携わっていただく人たち、いろんな方々の力をですね結集して新しい地域づくりにつながっていければなというふうに考えています。我々チーム富岡、町として、そして学校として、子どもたち一人一人をしっかりと支えて地域を大切に思う、そんな大人に育てていきたいと考えています。やっぱり長崎広島っていうのはやっぱり全世界からは平和のシンボルですよね。で、まだ福島っていうのはその何なのっていうシンボル的なものがまだ見つかってないような気がするんです。それをまずみんなでしっかり定めた上で、この地域の世界へのやっぱり存在をどう伝えていくかといったところ、それをみんなで共通認識を持って、それ理念としてそういう地域づくりをしていきましょう。で、我々の代がその基盤を作ってですね、次の世代、次の世代にこう助けを渡していく、そういった役割が必要なのかな。我々がそういう役割を担わなきゃいけないかなというふうに思っています。行政、民間、専門家が三位一体となった原子力災害からの復興、その歩みを止めることなく子どもたちが羽ばたいていく未来を、長崎大学は地域とともに守り続けていきます。